本当の裏切り者ということで、友達ゲーム第7話が放送されました。ついに第3ゲーム友情かくれんぼが始まり、ついに K グループのメンバーが登場します。ここから一気に面白くなる。まずは新たなキャラ6人とその声優を軽く紹介。玉井玲子、 K グループの監視を務める運営陣、声優は水木奈々さん。友達ゲームのオープニングを歌っています。門倉重蔵、忍耐強くメンバーからの信頼も厚い。声優は稲田哲さん、ヒロアカのエンデバーなど演じています。鬼瓦百太郎、短気だが正義感が強く純粋な面もある。声優は谷山紀章さん、進撃の巨人のジャンなどを演じています。柱谷千里、女好きで器用なヤサオ。声優は柿原哲也さん、フェアリーテールの夏などを演じています。丹羽万里、無口でミステリアスな男。声優は小野大輔さん、ジョジョの空城城太郎などを演じています。篠宮圭、 K グループ最年少の高校1年生。声優は小野賢章さん、黒子のバスケの黒子哲也。ジョジョのジョルノ・ジョバーナ、スパイファミリーのユーリ・ブライアなどを演じています。声優はかなり豪華で、第3ゲームから力を入れてきてます。実はこの K グループの中に主人公よりも人気なキャラがいるんですよね。ということで、ここから物語について軽く話します。まず母親らしき人物が発言した。お母さんになった。そして父親らしき人物は先生と呼ばれています。つまり片桐は本当の両親が幼少期の時点でいない可能性があります。殺人鬼片桐を生み出したのはこの父親が原因なのかもしれません。そして今回ミカサ天智が語ったこと、友達ゲームが2回目であること、沢良義志保はミカサ天智の大事な父親を奪ったこと。ミカサ天智が言うには、本当の裏切り者は沢良義志保、友達ゲームに参加したのは沢良義を追い込みボロを出させるため。この時に気になったポイントは、ミカサ天智が友達を問い詰めたことをなぜか沢良義が知っていること。自分の話をしたかを特に聞いてくるという点。父は沢良義志保に直接聞くと言っていて、その後父親が自殺したことになっている点。この時言っていた渡るというのは沢良義の父のこと。沢良義がいい人か悪い人かは別として、何かしら友達ゲームの運営と関係していることは間違いありません。なぜなら友達ゲームのことを話すのは禁止で、それを沢良義志保に直接聞くことでミカサ天智の父親が亡くなったということ、これは明らかに関係者であることがわかります。ただミカサ天智がいいやつになったわけではないんですね。なぜなら無関係の3人を復讐のために巻き込んだこと、沢良義志保が父を消した証拠はないのにもかかわらず犯人を断定して何年も恨み続けているということ、もちろん200万円を盗んだことも含めてミカサ天智はなかなかのサイコパスです。なぜ僕はここでミカサ天智の株を落としたのか、それは今後アニメを見ていく上でミカサ天智に疑心暗鬼になった方が面白いからです。そして最後に片桐が語った、この第3ゲームどんな手を使ってでもクリアしてやる、片桐は無駄な発言は絶対にしないということ、この言葉を覚えておいた方がいいかもしれないです。さあここからは第3ゲーム友情かくれんぼ。対戦形式で K グループは5人揃った状態、つまり裏切りなしの仲良し軍団。このゲームは友達を信用して待ち続けるゲーム。かなり広い場所で行うかくれんぼ、つまり普通に見つけるのは不可能ということ。1人は隠れ、他のメンバーは探す役。第3ゲームの細かいルールを話しますが、重要なルール説明がカットされていたんで補足します。禁止なのは暴力、相手チームに暴力で居場所を聞き出したりするのが NG、 隠れる役の移動も禁止。 OK なのは連絡を取り合うこと、敵味方問わずに連絡ができる、食事をすること。食料は森の中心に用意されています。第3ゲーム、この3人は3日間飯を食わずに水1本で過ごした状態から始まっています。そして降参すること、これは隠れる役にだけ与えられる権利。隠れる役は味方が相手の隠れる役を見つけるか、相手が自分を見つけるまで動くことはできず、ずっと待ち続けなければいけないんです。そして食事も味方が持ってこない限り食べれません。最後に寝返ること、これは探す役が使える権利。相手チームが勝った時に自分の借金をゼロにし、敗北した元仲間に全ての借金を押し付けることができる。つまり友達を裏切る行為そのもの。寝返りをするには相手チームと一緒に中央部にて寝返りと宣言して、相手チームが一人でも OK を出せば成立。一度寝返りをすれば元には戻れません。そして片桐のチームに仲間入りした水瀬マリアは友達ゲームの運営陣。この時に片桐が発言したことは、それって女子か。この発言はすでに作戦を考えていて、それには女子が必要ということ。2人で勝つのはほぼ不可能。バスケで例を挙げると、5対2で戦えば2人にマークすれば他3人は自由に動けます。この意味はアニメを見ていけばわかると思う。ということで次回からがマジで楽しみです。片桐の作戦やミカサ天智の根性、この2つに注目して見ていきましょう。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。